この方です。はい、こんばんは、パンゲさくらです。ありがとうございます。なんか結構こんなにすごい生拍手をありがとうございます。いやもうだってレジェンドですよ。葛西選手だけがレジェンドだと思ってたのに。この言い方は失礼かもしれませんけど、葛西、はい、選手のジャンプ選手としての活動歴と、丹下さくらさんの声優さんとしての活動歴って、あれ言っちゃうの？待ってください。本当そうですよ。カードキャプターさくらって言ったらもう20年前のアニメファンの心をバーンってこうきっかき回していた。その子を木本さくらさんが今日はスタジオに。いや木本さくらちゃんの外の人ですが。外の人。はい。じゃあ外の人、あ、中の人今だからごっちゃになるんですよね。新しい表現だなと思ってました今、ね、でもそれと同時にここにラジオネームモンコスさんという方が、うん、今一番初めの朗読聞いてる最中に、はい、嘘だろこれクロエちゃんと同じ声の人かよって言ったそうなんですよ。今も CM とかでクロエルメール役をお聞きの方も多いと思いますが、はい、ガールフレンド過去仮ではそちらを演じていらっしゃる丹下さくらさんに今日は木曜日ですよね。ガールそうなんです、はい、今ちょうど公開録音の模様をお届けしてるんで、はい、先週の木曜そして今週も出ていただくことになる。はい、雪の日に本当お疲れ様でした。すごかったですね。その時に僕らがバカのふりをして、丹下さん本当はこの日生放送来てもらえたら最高なんですけど、そしたら来ていただけたという。すごい喜んで。ありがとうございます、あれからたった10日。そうなんです。こんな早く。